さん、キタロウさん、あれなんか今板もめの声しなかった？どこにですか？出雲大社。空いてますね。行ってみましょう。朝からお参りですね。見えてきましたね。見えてきましたか。なんかすごいのがありますね。ボスキャラみたいなのが。見た中でやっぱり一番あれですね。はい。いよいよですね。いい音出してください。パンパンってやらないの？今なんか隣でお参り静かにされてる方がいたから鳴らさなかったんですいい人だねやっぱり、ね、なんとなくさ あらすごいですね。お参りね、中の偉い人たちなんですかね、お参りしてもらって、ちょっと笛の音と太鼓の音、ちょっと感動してしまいましたね。心がシューってしました。間違えちゃったかも。え、何？あっちですよね、でーん。あ、これでかいね。あれ？ここ何？ここなんで、あれ？あれ？これなんか大きいよ、とてつもなく大きいよ。さっきのやつが、と思ったら、あれ？これ肌の元です。あれ？あれ？あれ？よく出雲大社って、でーんって、あれ？なんだ、あのねじってあるのはもうこっちの方がはるかに大きいですよ。あれでもこっちだよね、きっと有名なあれは。いやこれは大きいね。ちょっと画面の中に入ってください。ちょっとだけ、すごい、まあ、これは大きいですな。いや、何トンとかいうクラスですかね、これは。いやはやはやは、
これ2メートルぐらいありますね、直径が。すごい。いや、でかいですね、これは。今度こそ綺麗にお花の写真撮れるでしょうかね。うん、あ、綺麗ですね。あの写真。いや、いい光も当たって、もう写真撮ってらっしゃる方がいますね、携帯で。さっき行きに見えたとこですね、これ。あ、そうだね、見えましたね、これね。いや、よく咲いてるわ。日当たりがいいのかね、この子早いね。早いですね。わ、ビューティフルですね。五分咲きです。してみますかね。あ、綺麗ですね。難しいですね。私は花は撮るのは難しいですね。電車もダメですよね。うん、電車と桜は難しい。特製買った記念品どうですか。あ、大丈夫です。はい、なんか、ね、とてもね、爽やかな気持ちになりましたね。そうですか。はい、あの、私たちね、一時ね、あーってね、あ、そうですね、おかしくなっちゃってね。おかしくなってました。チャンネル登録者の方が増えるといい、増えるといい、 そのためにはどうすればいいんだって頭悩ませてました。そんな風になってた時のことを反省しつつですね、なんか本当純粋にね、なんか早くコロナが収まってね、あの、みんながね、楽しくね、仲良く平和に暮らせますようにっていうのをね、純粋になんかこうお願いできるような空気のある場所でした。うん、ありがたい。ありがたいね。うん、ありがたいなと思える場所でしたね。うん、ありがたいと思える場所でございました。はい、朝起きたらですね、チャンネル登録者数また増えてました。ありがたい。ありがたい。その人が健康でありますようにってことですよ。そうだね。そうやって言えばいいんだね。うん、そんな言い方もあるのか。そう、ご縁ですよ。はい、確かにね。はい、このね、私たちの動画見てね、笑ってまた健康になってくれたらいいなって思ってるんです。確かに確かに、そうやって考えましょう。うん、ね、いや、あのですね、もう一回ね、古事記か日本書紀をですね、ちゃんと読んでみたいなと思って、前にね、うちに本一個あった気がするんですけどね、どうしたかなあ。あ、原本があったね。そう、原本があってね、うん、伝わってたもんね。そう、万葉集とかいろいろあるからね、うち。そう、実はね、原本が、そうそう2000年のあれをあれして出てきたんですよね。あれをあれしたんですね目黒川文書が出てきたんですね。目黒川文書ですかはい、アクリルの板です。上手上手。うん、すごいすごい。はい、それだけですか。はい、ありがとうございます。はい、せっかく出雲に来たということで、出雲そばでも食べましょうかということになりました。本当はですね、右下の方にあるカツカレーが食べたい私なんですが、心を鬼にしてって意味が分かりませんけれども、今日はそば定食の方をいただくことにしてみました。もう奇跡的な出来事ですね。私がカツカレーを蹴る、いや、蹴っちゃいませんけどね。でも食べて物足りなかったらカツカレー頼めば。これご飯ついてるよ。うん、出雲そば定食でございます。食べてみましょう。
美味しかったです。お腹いっぱい。うん、すごいことになってますね、お腹は。そう、中にダウンが入ってるんじゃないかってぐらいになってますね。そう、そばが入ってるんですよ。美味しかったです。美味しかったです。すごいね、いいおばちゃんでしたね、うん。ごめんね、時間かかってって、全部作ってるんで、なんか時間かかるってことらしいんですけれど、うん、あのコーヒーサービスしてくれました。ね、いいのにね、丁寧に作ってもらってる分美味しいから別に構いません。そうだよね。はい。美味しかったです。美味しかったです。私の子供の時に似てますよ。あのね、うん、あのアルバム見たことありますけど、うん、似てます。似てるよね。はい、こんな感じです。二等身でした。はい。あ、そうですね、それ逆から見た加藤さんもこんな感じだったはずですね。あ、本当ですか、似てますか。はい、反対から見てるこんな感じです。うん、まだずっと可愛いのね。100万ポイントキッズ。